皆様こんにちは今回の動画はジップエアの搭乗機となりますジップエアは日本航空の子会社で LCC 格安航空会社です今回私は成田からサンフランシスコの便に乗りましたがサンフランシスコの他にもアメリカ本土へはロサンゼルス・サンノゼに就航しています料金は出発時期や 購入時期により変動しますが、アメリカ本土への3路線の場合、片道4万5千円から6万6千円くらいです。そして、嬉しいことに燃油サーチャージはありません。この料金には、預け荷物や機内食は含まれていませんので、必要な方は別途料金が加算されますが、それを加えても、 他のの航空会社の料金と比較しして格安でしたジップエアーは成田空港では第一ターミナル北ウィングを使用しています成田サンフランシスコ線の出発時間は夜9時35分と遅くこれは成田空港から出発する北米行きの便の最終便だそうです夜中に飛行するため機内でぐっすり眠れるので 私的にはいい出発時間でしたジップエアの座席にはモニターがついていません二つ折りのテーブルとその上にはスマホやタブレットを置けるタブレットホルダーがあります USB ポートと電源コンセントが設置されているのはとても助かりますモニターはありませんが フリー Wi-Fi があり、自分のスマホやタブレットで機内サービスを楽しめます。機内食や飲み物はすべて有料です。注文は自分のスマホやタブレットからします。私は事前に機内食を申し込んでいましたが、量が少ないことが分かっていたので、コンビニでおにぎり2つとペットボトルのお茶を買って持ち込みました。 機内ではお水も有料です料金は缶のコーラやペットボトルのお茶が300円カップ麺のどんべいが500円めちゃくちゃ高いわけではありませんが持ち込み可能なので好きなものを空港で買って持ち込むのがいいかなと思います 機内エンターテインメントで映画を見ることができますが本数が少ないので私は成田空港でネットフリックスの映画をダウンロードして機内で見ましたこちらが機内食です私は荷物、機内食、座席指定、アメニティのパッケージを事前に申し込んでいました これはそれぞれを単品で申し込むよりもセットでお得な料金設定でしたこのちょっと寂しい機内食の単品のお値段は1200円ですこれに1200円払うなら空港で1200円分好きなものを買って持ち込む方がずっといいと思ってしまいますシートピッチは79センチで jal の国際線の八十六センチよりは狭いですが。実際座ってみると、狭さは感じませんでした。トイレはとても綺麗でした。綺麗なだけでなく、設備の整ったトイレで。格安航空会社とは思えない充実ぶり。水道の蛇口は手をかざすだけで、水が出てきます。トイレの水を流すときも。 手をかざすと流れるようになっていますコロナ禍以降できるだけ触りたくないのでタッチレスでできるのはとてもありがたいですそしてウォシュレットまでついています荷物・機内食等のパッケージに含まれているアメニティをいただきました我が家にたまる一方なので 大きな声では言えませんがもういりません今回は開けなかったので前回乗った時の写真をご覧ください ここまでご覧いただき皆さんはどう思われたでしょうか。私はとても気に入ってジップエアを何度か利用しています。ただ、ジップエアを利用する際には事前にサービス内容を理解して乗らないと何から何まで追加でお金がかかって嫌だとか残念なフライトだったということになってしまうかもしれません。この動画をご覧になってみて乗ってみたいと思った方は ぜひ乗ってみてみください。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。